なんか贅沢な人がいてですね、はい、ステアリングヒーターつけてくれないのっていう人がいたんですけどCTV ズケズケ聞く、今回ですね新型フロンクス発表されたんですけども、はい、また森田さんにちょっとお聞きしたいんですけども、はい、このインドクオリティ戦略っていう意味では今までないことをやってらっしゃると思うんですけども、改めて四駆を専用にしたとか、はい、シート内装を変えたとか、はい、あそうだ、じゃあね聞きたいことを不満から言うとですね、はい、さっき言ったあのリアのベンチレーションがないっていうのありまして、はいはい、あともう一つ四駆がですね、はい、これビスカスですよね、はい、正直ビスカスだとちょっとした反応の遅れみたいのがあるんじゃないかみたいな、はいはい、本当の雪道でパッとこう発進した時にフロントとリアが遅れて、ちょっとその微妙なところではビスカスだとちょっと弱いんじゃないか説があるんですけど、それってどうですか。あの私もそのビスカスの、はい、弱いんじゃないかっていうのを最初懸念はしました、はいはいはい、でじゃあどれぐらい弱いんだっていうところで、はいはい、まあ、テストコースにもこう滑る雪道を想定したところあるんですけど、はいはい、私感覚的にやっても、はい、その一瞬の遅れがそれほどまあ気にならないところにあるだろうというところはちょっと感じてます。ただあのやっぱりビスカスカップリングというのはコンパクトなレイアウトでできてすごくシンプルな機構なもんですから、すごく作りやすかったというのがあるんですね。はい、でその中でじゃあ性能がどれだけ落ちるかというところで、まあ、その性能の落ち分とこのコンパクトなメリットというのを比べたときに、まあ、これ雪道で安心して走るというところがまずこいつのこの車のコンセプトなものですから、雪道を積極的にどんどん攻めるというのが安心して走るというにはビスカスで十分だろうということでビスカスを設定。ちなみにビスカスにしたのは、はい、やっぱり開発、まあ、コストというか導入しやすいというのがあった。一番はですね、どっちかというとレイアウトのところですね。やっぱりコンパクトのものがすごく入れやすかったというところが一番になります。まあ、コストの比較する前にどうしても電線をもうちょっと考えます。電線を入れるとあもっとスペースを取るスペースが必要になります。はい、あとやっぱり今ただ電子タバンクラッチって結構あるじゃないですか。やっぱりそうすると高くなる今ね電線のそれこそ四駆もなかなか、はい、なかなか新しいものを作るようなところに来てないというのがあって、この、ビスカスは何と一緒ですか。今まで使われていたこれあのスイフトと同じです、ね、スイフトと同じ、はい、スイフトの四駆と同じ、はい、ものを入れたと。あともう一つですね、はい、この全般的に、まあ、9000台という受注って手応えとしてはどうですか。手応えとしてはまだ発表前で試乗もしてないものですからすごく大きな手応えを感じています。はい、でその中にもちょっと僕驚いたのが、はい、四駆比率が相当高いみたいです。四駆比率が今4割近い。4割近い、はい、それが僕予想以上で、はい、そこまで四駆が受けるとは思わなかったんですけども、私もそう思ってます。やっぱりそういう感覚ですね。なるほど、その理由って何ですかね。はい、そこがまだ分かってないんですね。分かってないですね。これから、はい、今私はまだちょっと分析しきれてないところなんです。なるほど。じゃあ改めて異例だらけのフロンクス の日本仕様専用戦略なんですけど、四駆、はい、があるとか電性があるっていうのもあったんですけど、フォローしきれなかったのが、はい、シートの座面って伸ばしてるんですか。なんか座面の長さみたいなサイズを変えたみたいなことをちらっと言われてた人がいたんですけど、それはない。それは日本紙向けには変えてない。じゃあ日本紙向けには基本的に表皮。表皮、そうです、表皮です。ホイールのこの四欠を五欠にしたっていうのはそうなんですけども、はい、ハブの剛性も上げてるんですよ。なんかハブの剛性もホイールっておっしゃってた人が、単純に五欠になったから上がったと言ったんじゃないかなと思います。光合成ハブっておっしゃってたんですよ。あ、それはもう単純に剛になってという感じだと思います。そうか、五欠になって光合成、はい、まあ、あの低欠率 の、はいはい、あの高いものになった。あと日本専用だとラゲッジボードも日本専用だった、はいはい、そうですね。ラゲッジボードじゃその枠も作り直したってことなんですか。インド仕様だとここは日本専用なんですか。あ、そうです、ここをつけられるのです。その分ここをつけてラゲッジボードをつけたと。あとは、まあ、日本仕様はあのライト類、外装のライト類は全部 LED だと思うんですけども、はい、あのウィンカーまで含めて、はい、ただ内装は違うんですよね。中は完全 LED ではない。あ、中は完全 LED ではないです。内装 LED 化した部分はどこでしょうか。内装 LED 化、天井とかは、はしてないです。あ、そこは変わってない、はい、内装で細かく言うと、はい、シートで言うと専用なのは、うん、ここは一緒なんですよねっておっしゃってますよね。そうです、はい、なんで今こことこのサイド、
サイドのこの表皮自体全部あれなんですね、合皮じゃない、ないんですね、みんなファブリックが基本で、合皮になってるのはそうです、インドものはね、はい、日本仕様にはじゃあここの合皮をつけて、合皮をつけて、はい、こういうステッチも全部このボルト以外にこの黒い部分とかも、はい、そうです、ステッチ入りのところも日本製で、インパネでいうとどこか、ここインパネでいうと形は一緒で、はい、この部分ですね、真ん中の部分が少しあのゴールドっぽいカラーになります、色の変更です、これがあれですね、よっしゃられたところ、はい、じゃあこの高輝度シルバーに関してはグローバル共通、そこは同じですね、この部分、あとドラトリムのこの部分の色も今ボルドーを今使ってます、ね、これボルドーですか、あこれはあの日本仕向けがブラックで、はい、他のところにはボルトが入れてます、はい、他のインドとかはここはボルトなのが日本はブラックになって、はい、こことかは一緒、ここもシルバーです、ここもシルバーなのが、はい、どっちかっていうとじゃあ抑えめのトーンにしたっていう、そういう見え方もありますね、はい、なるほど、あと今までに行ってない日本専用に凝った部分ってあったりしますか、今までにいやかなり言われたと思うんですけど、かなり言ったと、シートヒーターも言いました、そうなんですよね、シートヒーター、はい、あとそれで言うとまたなんか贅沢な人がいてですね、はい、ステアリングヒーターつけてくれないのっていう人がいたんですけど、はい、そこら辺はまだこれから、あの森田さんのですね、あのインタビューも非常に受けましてですね、ありがとうございます、日本西洋にしたっていうのは、はい、結構受けてる感じがあったんですけれども、やっぱり自分も日本で自分が乗りたい車が何かっていうのもありますので、やっぱり自分が乗りたい車っていうのがどうか、お客さんの声と合ったものについてはやっぱり採用していきたいなと思って作った。ただこの日本専用戦略って結構お金かかるじゃないですか、やっぱりお金かかりますね、ただあのやっぱりあの多分前も言ったと思うんですけど、私バレーノも担当してたんですから、はいはい、バレーノでやっぱりお客さんが受け入れたってことがどこかっていうところのしっかりとこう一個ずつ勉強しながら、お客さんの声を聞く、まあ、あとは売ってくれてる方の声を聞く中で、やっぱこういうところが合わなかったところがお客さんの心に刺さなかったかなっていうところはしっかりと反省をして、今回こっちでちょっと一回入れていきたいなと思います。あと細かいところなんですけども、はい、インドで四駆をつけてきたっていうのもそうなんですけど、はい、ナビも、うん、ナビ全部あの標準装備じゃないですか、標準装備、これってナビもインドでつけてますか、ナビもインドでつけてます、はい、あそういうことなんだ、つけてます、はい、やっぱそれが結構コストダウンには効いてるんですか、原価低減と言いましょう、コストダウンもあるんですけど、やっぱりあのしっかりと工場装着することで工場から出てお客様の手に届くまでの期間というのはやっぱり短くできる、一、うん、回持ってきていろんなことをやりだすとそこに時間かかりますので、やっぱり、前のバレーの時も発注してからお客様が取る、はい、あの受け取るまでの時間が長いというのも問題だと思うんですが、いかにそれを短縮してそういうこともあったんです、早くお客さんのところに届けたいというのもあって、やっぱりそういうもの欲しいものをしっかりつけてっていうのも、例のは別にオーダーシステムではなかったですよね、あけどあれなんです、ナビをつけたりすることによって結局工数だとかそういうのがやっぱり一個ずつそれつける時間とかの全部こう省けるっていうのもあって、 それが注文してからお客さんの手に届くまでに日本でいろいろつけてると遅くなっちゃうんだ、とにかく手をかける時間を短くすればするほどその分早く届く、そういうのもあります、あじゃあそこもバレーノからの学びだったんですね、なるほど、あとですね、円安だからあんまりそのインド生産だからって単純に安くはならないとおっしゃってたんですけど、たまに今後円高の傾向が見えたりするじゃないですか、円高になったら価格下がりますか、どうでしょう、そこはちょっと営業と相談しなきゃいけない、ね、っていうかあれって結構あれなんですよね、そんな細かくやってなくて、ある期間でこの時のあの為替レートで決めちゃってるから、そんな単純に下げられないんですよね、そういうのあります、あとこれがもっとまあ月1000台って僕はなんかちょっと目標がちょっと控えめすぎる気がするんですけども、もっと売れる可能性あると思うんですよ、非常に評価が高い、はいはい、その場合にもうちょっと買いやすいグレードを作るっていう話ってありますか、安全装備あれなんですけども、はいはい、ある種ファブリックシートにしてこれで WRV とかヤリスクロスともうガチ勝負できると思うんですけども、はいはい、ライズと戦えるグレードも作るっていう話って
ないです、まあ、そこはあのお客様の声がどうかなというふうに思ってますね。でもやっぱりこのシンプルなグレードに関してもあの評価いただいている方もやっぱりこの車の良さは何かもはっきり分かるし悩む必要もないし、じゃあこれでどうだっていうのはすごく決断も早くしていただけるっていうのもありましたので、ちょっとそこはお客さんの声を聞きながらどうするかな。装備がいっぱいあのほとんど最高級グレードをいきなりモノグレードを出してみたいなところがあったんですけど、じゃあそれは当たってるので、はい、まずはこれで最高級かどうかえけど最上級このクラスとしては欲しいものをしっかりと安全もそうだしあとヒルディセントとか四駆でいうとヒルディセントに欲しいものはしっかりついてる、まあ、これ FF です ね、 ね。あと先進安全もあのミリあのブラインドスポットブラインドスポットですね標準にしたっていうようなところとかは、はい、あの非常にまああの最上級装備みたいになってるんですけども、まあ、お客様がやっぱりそういう装備やっぱりあの自分の安全家族の安全っていうのはやっぱりついてる車に乗りたいという気持ちをしっかりと盛り込んだと。まあそうですね、だからそれは非常に当たったんですけど、はい、もうちょっとコスパグレードももし当たったら考える余地はあります。そうですね、お客様の声を大事にしていきたいなと思います。わかりました、はい、では次試乗会楽しみにしています、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございました。いつもの森田さんでございました。